指揮官、エマに何かお願い書いてみます？願望成就とまではいかなくても自分の思いを書き記せるのは良いことですから。少し歩くのに付き合ってもらえませんか？さあ、絢爛に打ち上げよう。お祭りにふさわしい格好といえばこうですが、着付けにそこそこ苦戦しました。阿賀野にも笑われましたね。ご機嫌様、指揮官。お祝いの日にはみんなが清掃しているから、これぐらいは問題ないと思いますが。